なんだっけ、あれ大丈夫、わかんない、なんだっけ、なんかされた、おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、昨日までもお疲れ様でした。お疲れ様です。ようやくあのミッション3が終わりましたので、わかりますね、おミッション。それでは次のミッションを発表します。お、なんだろう、ミッション4、パートナーを選定し事業の成功確度を上げろ。パートナーを選定、パートナー選定、うん、どういうこと？と一緒に組む企業じゃないですか。ああ、なるほど。それぞれ事業が、レッドは、補助金助成金ビジネス、ブルーに関しては盆栽ビジネス、やることは違うわけですけれども、自分たちだけでは事業は成功しませんので、皆さんがやっていただくのは自分たちでできることをまず見極めて、で外の協力するパートナー、そういった業者さんと、実際にパートナーシップを組んでいただき、事業を確たるものにしてください、おー、というミッションです。ルール発表します。プレゼンは2週間後、約2週間で、皆さんはこのパートナー選定を行ってください、審査に関しては私青木が行います。で今回は対決ではありませんので、クビルールはなしです。安心してください。はい安心してよ。不安だもんね。俺いいね、ブルーチームワーク、もうよかった、はい。ここを踏み外すと、実は事業の根幹を揺るがしかねない大きな手戻りが発生します。例えば補助金助成金ビジネスだったら事業の人が必要ですよね。で事業の人とパートナーシップを組めていないと、おそらく、手戻りが発生します。でブルーの方に関しては、そもそも枯れ盆栽が手に入るんでしょうかっていうところだったりとか、 EC はどこと組むんでしょうかみたいなところ、あとはオペレーション、その後の運用も必要だと思いますので、ここのあたりをしっかり、固めてください。和田ちゃんなんか顔つきが変わってきた気がするな。ちょっとね、うん、そのプレゼンは事業自体のプレゼンなのか、この関係するステークホルダーの人たちのプレゼンって感じなんですか？事業はもう決まってると思いますので、はい、最初に要素を挙げてください。例えば e コマースを作らなければいけない、で盆栽を提供してもらわなきゃいけない、もしくはアーティストが必要ですみたいなことがあると思うので、このあたりの要素を一回整理していただいて、はい、ここの要素1番目に関してはこことこうなることができましたみたいなところまで発表していただけると、分かりやすいと思います。はい、はい、でこの後ですね、それぞれのチームに、個別に伺いますので、別々でミーティングをしたいと思います。では後ほどよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。まあ、でもよかったよ、あの首もないし。確かに、うん、優しいミッションだね。街の明かりの数だけあるライフ、それぞれのストーリーが続いてゆく。暗い夜空に光る星座みたいに、夢と夢をつないでみよう。埃りかぶってた雪のかけら、振り払う動き出すその時は今。さあ始まりました、ノンタイトル第10話。みぎる君、デモデーまで残すところあと2話ですが、どうですか？早かったっすね、なんか。確かにね、あと2話か。そうだね。あと僕ちょっと親知らず抜いてちょっと腫れてるんでマスクして。あれあの、そうなんです、親知らず。ありなの、こんなの。あ、ありっすね。抜いたの？抜きました。こっちも抜いて、こっちも抜きました。そこまで腫れてなかったって。もう両方ですけど、こっちはもう治ってます。そっちとこっち腫れてません？ちょっとカメラ見てよ。全然大丈夫よ。
いやいやいや、いやもう俺のこと分かんないでしょ、ジョイさん。え？あんたに分かんないでしょ。あんたとか言わないでくれよ。あんたと違うんだよ、ブランディングが。違う、見せれない。ちょっとした羽も見せれないと。いやいや、見せれないですよ。そうね、うん、さあ、ミッション4が発表されましたが、ここすごい重要なんですよね、はい、そうなんです、実は重要で、うん、小宮君ちょっとね、これは簡単だみたいな感じ言ってましたけど、うんね、そんなことないです。あ、そんなことない。そんなことないです。あれちょっとじゃあイラッとしたんですか、奥さん見てて。してないですけど。楽だって言ってましたよ、首もねえし。楽じゃないです、まあ、実はだから結局 EC 作るとか、うん、まあ、アーティストだったりとかいろいろ集めなきゃいけないじゃないですか、うん、でここで崩れちゃうと最後の事業構築するときに一気にガタッと崩れるんで、うん、ここしっかり押さえとかないといけないよねっていうポイントなんですけども、うん、カル君もミクル君もね、会社やってますけど、やっぱりパートナーの会社を選ぶときって結構重要ですか？いや、めっちゃ大事だと思いますよ、うん、やっぱ自分にないものを持ってて、やっぱ信用できて、なおかつやっぱ能力高い人を選んどかないと、うん、やっぱ足引っ張られますよね、実際。だから僕は正直今こうある程度うまくいってるのは、たまたま運がよくいい人と出会ったからなんですよ、実際。だから僕の能力だけだったらここまで来れてないんですよ。でも秋さん、こうミクル君とかヒカル君は有名だからある程度しっかりしたところと組めるじゃないですか、はい、ただこの場合みんなはちょっと違うじゃないですか。そうですね、彼らはだから番組とはいえ結局ベンチャーじゃないですか、そうです、ね、何にも成し遂げてないドベンチャーなんで、うん、自分たちでしっかりそれ見極めないと結構辛いですよね。めっちゃ口上手い人とかいるじゃないですか、すごそうに見せる人、そういうのとかミクル君とか詐欺師要素がある人ですよね、うんうんうん、見極められるんだ、すぐ。いや、見極められないですね。られない、いや、むずいっすよ、マジで。じゃあミクル君はどうやってパートナーを会社選ぶの、うん、僕は実績とかは見ますけどね、これまで。あ、まあ、そっか、そこが一番分かりやすいか。あ、僕でもあともう一個あるんですよ。何何？親が金持ちな人を信用します、大体。ほう、親が金持ちだと騙す必要がないんですよ、その人って。別に。なるほど、ね、金あるから。金あるから。親金持ちの人は大体なんかいい人の多いイメージです。それ確認するの、親金持ちですかって。あ、確認します。確認するの。家から確認します。あ、お父さん何やってんですかとか、はい、今僕だから仲良く組んでる人は空海の家系なんで、あの浄土真宗の空海の家系なんですよ。すごい。本当？いやいや、本当言えば嘘じゃないのそれ。いや、それは嘘かもしれないですけど、まあ、って言ってましたよ。お疲れ様です。お疲れ様です。おお、やってる。はい、じゃあちょっとミーティングしましょうか。はい、パートナー選定をしなければいけませんって感じなんですけど、一回洗い出すとプロダクトの部分と、あとはそれの販売というかコマース部分でね、はい、に分けてちょっと整理をしたいんですけど、何しなきゃいけない？プロダクトに関しては、盆栽園と提供を組むことですね。枯れ盆栽の提供が必要だよね、はい、でこっち側の、じゃあそれを物ができたとして販売しますっていう時に EC の構築必要です。でロジ、マーケティング、運用の部分とカスタマーセンター、はい、じゃあ一旦大きく分けるとこんなもんかな。はい、はい、で次にこれをもう一回こっちにもプロダクトに戻るんですけど、今は提供元があるわけじゃないよね。あ、今は提供元はあります。一社ある。はい、でもそれは十分な量なの？いや、実際一社で考えたらそんなに多くはないです。そうだよね、はい、それもだから枯れちゃいましたっていうのを引き上げてきたものが回ってくるってだけでしょ。そうですね、はい、彼らは捨てるだけだから、はい、僕的には50社以上は契約したい。ほう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 。じゃあ一旦これぐらい、まあ、どれぐらい必要かっていうのは計算してもらって、はい、いろんなところに声かけて、盆栽提供元をしましょうか。でじゃあ一旦ここはこれで整理して、2番目のコマースの部分、サイトどこで作りますか、はい、EC サイトね。ここはなんか今当てはまだないよね。まあ僕的にはベースでいいかなとは思ってはいます。で一番簡単で作りやすいっていうのは、ベースででもサブスクできるんだっけ？確かできます。普通にできる、はい、うん、でここの多分厄介なのが路地だよね、うん、壊しちゃいけないこの繊細さがあるものを保管しといて、そうす、ね、配送するっていうのは結構大変だと思うんで、うん、この辺り今なんか考えてることある？今ここに関してのその梱包の部分がほとんどになってくるんで、うん、ちょっと梱包はちょっと一回なんかやってみないとなっていうふうに思ってます、うん、そもそもこれ管理って生き物じゃないから温度とかは関係ない？関係ない。例えば真夏で、40度近くなるとボンドが剥がれて落ちちゃいますとか、そういうことあるのかな？
あグルーガンとか、グルーとか確かにそれあるかもしれない。そうだから温度管理必要なの。ワインとかだとさ、例えばこの温度じゃないといけないってあるじゃん、うん、ドライ盆栽の人たちに聞けるんだったら聞く、はい、夏場に全部死にましたみたいなのは、うん、起こりそうだよ ね、 ね確かに。一旦こんな感じか、はい、多分このビジネスの場合めっちゃ重要なのは最強のブランディングができている、はい、うん、ナイスな EC ができますか、うん、次にめっちゃ大事なのがこの辺だよね。ここは超重要。これでなんとなくやらなきゃいけないこと見えてきたね。そうね、特にこの赤星がついてるところはこれが崩れると結構やばそうなんで。そうですね、うん、で必要に応じてこういうのってどうしたらいいですかって言ってくれればこういう業者さんがいるよとか、はい、こういう会社があるよっていうのは教えれるので、うん、まあ自分たちで探すところと、はい、こっちからねの中で選んでもらって一回構築しましょうか。わかりました。はい、社名は何にするの。千歳です。どんな意味。まあ1000年先に残る商品を作ろう。なるほどね、はい、なんかそれをおしゃれにデザインできたら結構かっこいいよね。そうですね、うん、OK、 じゃあ頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。改めてちょっと役割を分担しようと、うん、で制作に関しては和田ちゃんが、はい、していくと。で俺がまあ PM 部分たる部分になるから、村長は例えば盆栽園との、基本的なフロントとか、まあ、ポップアップの場所との連絡とかそういう連携部分が、村長に当たるかなとは思うんで、基本的にちょっとそういう役割分担しながら動けたらなと思います。なんかうまく役割分担してますね。ねえすごいチームブルー本当優秀ですね、うん、会社名決めていこうか。会社名か、何やってたの。サービス名イコール会社名にするかどうかで。しないね。しない。だって今後スケールしていくときにさ、うん、一応その、公的な補助金事務局の案件を民間で受けたいっていうのとかさ、うん、今後サービスは広がるし、うん、まあ、けどその第一早期として〇〇の会社だよねとはなりやすいかなと思ってて。あ、なんか例えばフリーとかもそうじゃない。なるほどね。確かに自治体に株式会社なんちゃらのとか連絡するときにサービス違ったときに、うん、確かにそれはなったら俺個人的には一緒でもいいのかなと思ってて。じゃあ一緒でいいんじゃない。確かに。そう。だったらそこも含めてサービス面も考えなきゃなっていう感じ、うん。なるほど、サービス面を考えないかんということか。そういうこと。そうなった場合はね。はいはい、はい。龍馬くんが優秀な感じがすごいしますね。うん、安定したよね、龍馬入って。補助キングやったっけ？サービス面。強そうやな。補助キング。焼肉キングやんそれ。補助もひらがなよ。マジで？まあ確かに柔らかい感じがするよね、ひらがな表記の方が、うん、簡単そう、うん、補助かわいいね。その路線の補助かわいいよね。補助補助は補助補助じゃあ補助助は補助助補助助はいい補助助補助助いいじゃん。補助助いい、うん、ちょっと会社名ある大丈夫大丈夫もう補助前提で積んでるけど補助助、うん、え、かわいい補助助それいいな。補助助株式会社わかりやすい、うん、株式会社あ、そうかっこいい株式会社補助補助所どっちもいいな。言いづらいちょっといやいや言いづらくない補助所大丈夫補助所結構いいよ補助所ちょっと領収してもらうとき恥ずかしくない補助所補助所で補助所で補助金を補助する補助所、うん、補助所で行きましょう。行くんだ補助所で行こう。補助所いいね。補助所で行こう。いいの出たわ。うん、さすが株の比率ですね。株の比率比率はもうほぼこれモーリーアイディアで住んでる以上、うん、まあ、高いのは間違いないと思うし、うん、そうやね、まず 50% 以上か否かの問題じゃない、うんうん、そうやね、うん、まあノウハウ全開放するから、うん、一番多く持たせてもらいたいというのはまあ事実ではあんねんけど、うん、44、36、20、うん、これが俺の理想、うん、社員もいるし、うん、見え方的にノウハウ全開放して、まあ、でもこんだけもらってるからいいでしょって言いたいので、うん、ある程度必要っていうのが1点と、うん、で、龍馬が 34% 以上持たない と、俺と磯ちゃんでいつでも龍馬辞めさせれるって感じになるから、特別決議を最低限阻止できるぐらいは持っといた方がいいんじゃないの、うん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 、これを3分の1を超えるっていうのは結構重要ですね。へえ。磯ちゃんどうすか。うん、意義なし。あ、意義なし。うん、え、意義なし。いやいや、もうちょっとなのか、いや、ちょっとそこまでなのか、
ちょうどいい塩梅。ジャスト。ジャスト。うん。って感じ。大丈夫？それでいいんじゃない？44、36、20。はい。はい。はい。OK です。決まりました。でも揉めずに綺麗に決まりましたね。ね。珍しいパターンかもしれないです。一応できました。おお。それっぽいですか？見たい。ただやっぱりグルーガンが半色透明だからもう結構ガッツリついてる感はあるっちゃあるんですけど、割と多分作り方はこんな感じかな。すごくないね。俺思ってた10倍いいよ。おお。そうで、グルーガンが伸びちゃうのでなんか変な線。クモの巣と思ったらグルーガンやってんの。使ってるのが100均のグルーガンなので。え、これ乾いてもこの色なんかな、グルーガンって。あ、乾いた状態です。もう触ってももうあれです。あ、そうなん。早いです、固まるのが。ああ外でやってたからじゃない。あ、そうなんですかね。これ作っていくの大変だ ね。いや、そうよ。なんか量産できるもんじゃないですよね。うんうん。だから一個一個高くしないとでしょ。うん、いいよ、もうちょいなんかふさふさにしてみたら。少ないですか、量。うん、なんかそれによってグルーガンで見えないんだって気は、グルーガンが見えちゃう気もする。あ、なんかでもこうやってて、もしかしたら最初はこう茎をスレスレまで切って先端にくっつけるだったんですけど、この辺とかは茎を、わかりますか、ここ茎と一本で木をつけてて、うん、こっちの方が頑丈だし、上の先端部分はそれっぽく出てくる。いいんじゃない。まず試作品第1号はこんな感じかなと。透明で見たらめちゃくちゃいい。みぐるくんどう見ました、チームブルー。だいぶ小規模な事業になってきたなっていうのと、うん、まあ、彼らが作ったもの欲しい人誰がいるんだろうっていうところに疑問を抱きます。最初はやっぱ委託っていうイメージだったじゃないですか、うん、誰かが作ったものをマッチングしてつなぐっていうところだったのが、自分たちで作ったものってなったらちょっときついですよね。図工の作品でしかなくなっちゃうんで。確かに、ね、それをわざわざお金出して買うのかってことですよね。キットもらって自分で作るよって感じだもんね。そうね、みんなできちゃうねっていう話なんで。はい、ここでスポンサーさんのご紹介です。今回はですね、ネットでギフトが買えるサービスのご紹介なんですけれども、お二人はソーシャルギフトっていう言葉ご存知ですか。いや、一回も聞いたことないですね。ですよね。アマゾンギフトカードみたいな。そう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 、そういうふうに勘違いしてらっしゃる方も多いんですけれども、最近のソーシャルギフトは住所を知らない人に物自体をプレゼントすることができるんですよ。住所が分かんないのにどうやって送るんですか。これですね、 X とかインスタの DM で URL を送るだけでそのプレゼントができるんです、はいはい、でプレゼントもらった人が住所を入力して、その住所を送った人が明らかにならないということなんで。ああ、だからあのなんか LINE とかでスタバのチケットもらうみたいな。そうです、そうです。あんな感じですか、ね、だから誰にでもあげれちゃうって感じなんですけど。ってことは今はこれを見ている人が、まあ、僕にプレゼント送りたいと思ったら DM とかに URL 載せてればワンちゃん僕がそれでやればってことですね。はい、すごいですね、なんか画期的なサービスみたいなね、はい。で今回はですね、2つのメディアをご紹介したいと思うんですけれども、はい、まずはアニーギフト。アニーはですね、女性に喜んでもらえるおしゃれなギフトが揃っていて、取り扱っているのは専属バイヤーが厳選したギフトだけがずらーっと並んでる。まあ、だからチョコとかそういうお菓子系から、はい、まあ、化粧品とか女の子が好きなやつですね、まあ、だから、そう、そういうことですね。そしてもう一つがですね、ギフトモールというところなんですけれども、はい、このギフトモールはですね、オンラインギフトのサービスの中で、はい、日本一のギフトの取り揃えで、その商品点数がなんと70万点。すごくないですか。すごいですね。なんか今回は実際に商品を実はここにお持ちしています、はい、まあ、この状態で届くってことですよね。そうです、簡単に言うと、はい、そういうプレゼントが、まあ、ちょっとおしゃれですね。なんかこれめっちゃ、あ、リップスティック、開けてみますか、お、すげえ、お、名前が中に光るって書いてます。これそう、リップなんですか。お、これちょっと俺使ってたら恥ずかしいっすこんなん一緒に飲んでて女の子こんなこんな俺つけてたらどうなんですか。めっちゃ意識高いやつだと思われますね。そう、ぜひ女性にプレゼントしてみてください。まあ、女の子これもらって嬉しいでしょうね。はい、ということでちょっとですね、お二人にこちら、おー、すげえ、サントリーのウイスキーなんですけど、なんて書いてありますでしょうか。ノンタイトル光るって書いてます。すごくないですかこれ。いや、これいいっすね。だから専用ラベルでサントリーウイスキーでしょ。
ていうかこれ家に飾っときたいんでインテリアとして普通に普通置いておきます。ギフトモールはですね、名入れや日付刻印など世界に一つだけのユニークなアイテムを作ることができてですね、最短なんと翌日に届くと、まあ、個性的なプレゼントを送れるっていうのがいいですよね。やっぱ被らないじゃないですか、はい、結局プレゼントってやっぱこう世界に1個とかの方が喜ばれるじゃないですか、はい、なんか気持ちが入ってるって感じがしていいですよね。でこちらソーシャルギフトはですね、メッセージも記載ができるということなので、視聴者の皆さんですとか我々メンバーにですね、応援メッセージとかそういったものを入れて送ってみたいと思った方は、ぜひノンタイトルって名前を入れてくれたものをですね、送ってくれたらですね、シーズン4のところで番組内で登場するかもしれません。おというところで、まあいろいろあるわけですけども、はい、詳しくは概要欄をご覧ください。そのためだけに作ったんですか。はい進行進行進行 やめてできんからさっきの写真でいいよね、うんうん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、じゃあやりましょうか。お願いします。お願いします。じゃあレッドの場合はいくつかやんなきゃいけないんだけど、はい、洗い出すとどんなカテゴリーがまずあります。大きく分けると4つかなと思っていて、はい、まず開発、はい、でサービス提供のための提携先、はい、で3つ目が情報収集をするための情報元、情報のソーシングね、はい、で4つ目がマーケー、はい、で多分このビジネスの場合めっちゃ重要なのが個人情報、うん、すごい深いところまで聞くわけだよね。だからこの個人情報の、取り扱いっていうのを普通に自分たちで普通にやってますだけだと僕なら信用しない、うん、こういうところと組んでしっかりセキュアな状態取ってますので最強です、堅牢です、ご安心くださいみたいなのをちゃんとやっとかないと。そうですね、うん、ここはなんか見つけとかなきゃいけないような気がする。大変だ ね、 ね、いやすごい、はい、でマーケはどんなことをイメージしてます、まあ、簡単に分けると、まあ、紙かデジタルかっていうところですね。でその後にどこにっていう部分が来るので、うん、まあ、そこはちょっと青木さんといろいろ相談したいなと思ってました、うん。なんで一旦サービスを調べていく中で、ボリュームゾーンを調べてほしいんですけど、例えばこういうものってほとんどの人が都心部に住んでる、うんうんうん、大都市の人が対象になりやすくって、まあ、地方はあるんだけどあんまりこの紹介できるものが少ないみたいな感じなのか、その割合によるんじゃない。まあでも全国くまなくいろいろありますよっていう情報をするんだったら、はい、一旦全国の人には知らせたいですよね、うん、なんでこのビジネスで言うとここは普通に肝心要だから超重要ですよね。で、できうるならばその人たちが次に堅牢なサービスを作れるかどうかっていうのはやっとかないと。で、次に意外とこれがどれぐらい大変かっていうのを全国規模でやってはいないでしょ、はい、ここのコストは見誤ると結構大変そうですよね。想定の10倍人口がかかりますってなるとちょっと辛いよね。そうね、多分この辺 の、 あの仕入れの部分ソーシングして、運用する体制を作って、ここにどう考えてもコストが事前にかかるので人を雇ったりするから、このコストがかかってるのにお客さん来ませんっていう状態が最悪なので、まあ、ここだけ B 向け の、 そのソーシャルの、ところも含めたマーケティングとアナログで足使えばこんだけ集客できますよっていうのをちょっと把握しとかないと鶏と卵が成立しないみたいなのはちょっとありそうですよね。その中身のところはきっと森井さんが経験値があったりとか、きっとこんな感じやでっていうのは想像が働くと思うんで、はい、中でやるか外でやるか、そして外でやるんだったらここにお願いするっていうのはイメージをしといてください、うん、ちょっと見える化できた。すごいできました、うん、いいじゃん。でもこれできたら超面白そうじゃん。なんかすごい波に乗ってる感じですね、うん。おはよう。おはようございます。盆栽キット届いたので。これも染まってるやつ。これは染まってるやつです。へえー、すごい。なのでちょっと作ってみようかと。工程も5個ぐらいしかないので、めっちゃすぐできそうです。熱っ、高いですからねこの盆栽キット。15,000円。15,000円なんか細いですね。細い。細
刺さるんですかね、これで。さあ、ローション。うっす。毎度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 毎度。おはようございます。だよ。毎度って本当に本当に言う人いるんだね。え、大阪や。毎度。お、作ってます？作るんですけど、うん、なんかこの木むずくないですか？これでかない？でかいです。ちょっと見てほしいものがあって、じゃじゃん。どうです？はい、社員できました。おお。はい。おお。おお、すごい。はい。初めて見た。実印。いいね。銀行印。じゃあ社長に押してもらいましょうか。村長の9社目の会社が設定してる。俺の会社じゃねえ。押し込んで。おお、すごい。いいやん、おめでとう。おめでとうございます。こうやって名前入るんですね、何かに。すごい。これ片仮名で、あ、英語でちとおせ。代表、あ、ちとおせ代表取締役の印って書いてんの。真ん中って書いてあるんですか？じゃあ代表取締役、代表取締役の印って書いてっていうふうに書いてあるんですね。そうそうそう。え、これってなんで3つもあるんですか？何用なんですか、うん、それ。いや、まあ実印はまあ公的にさ、あのお金借りたりする。要はあの個人でも実印と認め印って違うやん。要はこの実印持ってたら会社乗っ取れるやん。へ、うん、そう。じゃめっちゃ大事じゃん。うん、これめっちゃ大事だから社長が持っとかないといけない。銀行員はまあ銀行とか、まあ、いろんな契約書とかもこれでも全然いけるっていう、うん、でこれ別に俺持っててもいいと。へえ。まあ別に従業員でも持っててもいい。で確認は、まあ、まあ領収書とか。へえ、うん、そういうのに分けてるんですね。領収書とか、まあ、契約書もこれで押す時もあるけどね。え、これちなみにいくらするんですか？これ安いよね。うん、これとゴム板、さっきのゴム板で5000、6000ぐらいかな。あ、そんな安いんですか？今は安いとこあるからな。大量生産や、うん、へぇ、人生初会社。おめでとうございます。おめでとうございます。で、9社目と4社目。はい、すごいですね。出まして。役員の増田です。よろしくお願いします。橋田です。よろしくお願いします。磯です。よろしくお願いします。じゃあ今日も補助金勉強してもらうんで、みんなよろしく。お願いします。品川駅直結の僕のオフィスです。100坪で300平米ぐらいですかね。従業員は正社員で20名ぐらいです。モーリーの会社。京都に本社があって、こっち支社ですね。事業もそうなんですけど、補助金業界っていうものをちょっと知ってもらいたいっていうので、現場も含めて、どのぐらいの規模感でどれぐらいのことができるのか、補助金業界に広く触れてもらおうと思って、呼びました。じゃあ今日は、補助金に関して、補助金がどういったものなのかとか、補助金をの案件を受注するまでにどういった流れを経ているのかっていうところのお話ができるといいかなと思っております。補助金申請支援の、主な業務としては、その事業計画書を、事業者からヒアリングをもとに作成していくと。で成功報酬でだいたい 5% から 20% と報酬をいただいてますと。なんで、それぞれの事業者のレベルに合わせてどういった補助金が良くて、どういう出し方をしていくのか、それができていれば次のコンサルティングの段階で、こういう補助金がいいですよと、その理由っていうのがこういう制度でこういうふうに使っていけるのでっていうところの助言が行えます。全てが確実に採択になるわけじゃないですよと。なんで不採択になっちゃうと、こういうリスクがありますとか、こういうふうにスケジュールに遅れが出ますとかっていうふうな話っていうところももちろんここでする必要がありますと。この相談対応から申請までだいたい何営業日ぐらい、もしくは何ヶ月ぐらいでできるイメージですか？だいたい1ヶ月ぐらいの長さになりますね。というのも計画書の作成にそれなりに工数かかってしまうんで、むしろ計画書の作成の前までヒアリングまでとかで言うと、もうほんまに、3日とか 1週間かかんないかなぐらい
の流れですね。だからといって1ヶ月前に案件流されるとちょっと微妙で、プラットフォームとしては締め切り2ヶ月前ぐらいに案件を回せるぐらいにしとかんと、うちは1ヶ月のかなり早い方。あ、そう、うん、実際並んでる単語はめっちゃむずいとは思ったんですけど、僕らはその省流の中でも認知させて会員登録してそれを紹介するっていうところなんで、まだ全然その難しい領域はないと、まあ、本当は難しいことやってんだけど、いかにこう簡単に僕らのサービスって付加価値があるんだよっていうのを言えるようにしなきゃいけないなって思いました。だからああいうバーって難しいものをいかに簡単に言うかっていうのがすごい僕らのミッションとして課されてるなって思いました。私も使いたい、それ分かりやすくね。うん、みんな小腹でも減ってないかなと思って。え、私これ好きです。はい、クリスプサラダワークスを持ってきました。食べよう。いただきます。いただきます。いただきます。食べたことある？あります。なんかクリスプはすごいのがサラダ自体をそうやって添え物じゃなくて主食にしましょうと。で、かつあのやりたいことがテクノロジーなのね。IT とかそのテクノロジーで自動でサラダを作ったりとか、なんかそういうのにすごくチャレンジしてて、で IT のテクノロジーで、外食産業を変えるっていうブランド価値にして成功してるのね。1500円だけどあえてこれを選んで買う人がいて、年間で150万食ぐらい食ってる。まあ、ブルーがやんなきゃいけないのはブランドとはどうやって形成されるかだと思うんだよね。で、ブランドとはどう形成されるかを研究してた時に一個はその哲学、うん、俺たちは何を変えるんだっていう哲学があって、でそれに共感する人たちが増えて、そうすると信じてくれた信者みたいな人はお布施のようにお金を払ってくれたりとかさ。3人がもっと学ぶべきとこはブランドとは何か、そういう勉強をみんながしていくとちょっといいんじゃない？大変だね。ねえ、いやそうよ。失礼します。あ、どうも。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ノンタイトルのチームブルーです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こちらの山分けアートギャラリーの責任者をさせていただいております大石と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。すごいですね。ちょっと作品見させていただいたりとかしても大丈夫ですか？はい、もちろんです。ありがとうございます。わ、めっちゃいい。1、10、100、1000万、10万、220万円です、この絵。いや、この絵俺見たことある。俺どこでですか？多分牛宮城。そうです、牛宮城ですよね。はい、池内信介さんっていう方なんですけれども、もともとあの金属を加工してジュエリーを作っていた方なんですけれども、金属を使っていることによってちょっと宝石のような、もう個人的にもファンなんですけれども、奥の方はあのポップアートが中心になっておりまして、日本画家さんでポップアートをするという珍しい技法を取り入れられてまして、和紙を使ってる上にポップアートを描いてるという珍しい手法で有名な方です。なんかここのアートギャラリーのブランディングみたいなものがあるわけじゃないですか。そうですね。なんかそういったところでブランディングのなんかこう、うん、設計の仕方みたいなところもお聞きできたら、はい、そうですね。やはりアートの世界ってどうしてもそのパッと見て好きっていう風になって、じゃあ家に飾りたいっていう気持ちが芽生えるっていう、要はその心の豊かさにつながる部分と、あとやはり将来的に投資として見て、この方はもう絶対値段が上がるはずって思って買われる方ももちろんいますし、だからあの投資的な意味合いと心の豊かさっていう意味合いの、まあ2点が大きいポイントで買われる方が非常に多いです。だから今そのブランディングの部分で言うと、やっぱり価値を感じていただき、かつ将来的に将来価値も感じていただかないといけないので、そこに重要ポイントを置いて、やっぱりそのブランディングっていうのをしていくのが一番いいかなと思いますね。まあ、世界に行きたいんですもんね。ねえ。おつー。うん。あのさ、うん、この前 NKK ソリューションズ行かせてもらったやんか。はい、で、あれいいこと思いついたやけど、うん、実際俺さ、まだ補助金のこととか実際あんま分かっ
ってない部分も多いし、うん、でなんか俺が分からん部分かなり多いなってやっぱ再確認して、うん、なんかこう働かせてもらえんかなと思って。おお、働く、それがまあ業務委託なのかアルバイトなのか分かんないけど、うん、うちでってこと。そう、どうしたん、お金ないの。お金はないよ、それはもう辞めてるんやからだから、うん、まあ一番すぐこう何、うん、かできるっていうのはまあ営業、だからまあこうテレアポとか、ね、うん、まあ実際にこう申請業務の部分とか、はい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 、なるほど、そう計画書を作ったりとか、はいはい、そうだったらまあそこで学びつつも森の会社にも何か還元できるかなみたいな、うん、営業できんの。一応あのやってましたのではい、ね、まあ営業やってくれんのやったらありがたいけどね、うちもかなり、うん、なんかお互いウィンじゃないかなと思ってて、うん、まあ確かにうちも営業力強いわけじゃないし、その補助所も営業会社みたいなもんやんか、うん、確かにありかもね。ね、まあ成果出るか分からんし、そこはちょっとシビアに見るし、うん、まあうちがミニマム時給1500円のアルバイトからやから、うん、そっからのスタートやね。まあそりゃそうやな、はい、OK です。じゃあそういうことで、はい、来週月曜からでいい。もう急やない。 OK 言っとこうじゃあよろしくお願いします。了解です、はい、3日でやめんなよこれが枯れ盆栽ですか。そうですね、今ここ手前に置いてるのが枯れた盆栽、盆栽園の方々、うんうん、でちょっと枯れてしまったっていう盆栽をちょっといただいてきまして、うん、へー、はい、でこういうものでもだいたい樹齢でいうと100年。マジっすか。どれが樹齢100年なんですか。もう全部これは100年、おおむね100年超えてますね、僕の目安でいうと。100年ですか。こんなんはいかんかな、100年いかんかなっていうレベルなんですけど。こんなんすごくないですか。これも200年選手です、ね、これ200年、はい、200年ぐらいは経ってると思います。すごい。僕ら考えてるのは、もう盆栽の、リースとか販売に関してはこの、まあ、一緒にさせていただいて枯れ盆栽を、まあ、あのお譲りいただくみたいな感じの流れが嬉しいなと思ってるんで、その辺もちょっとお話できたら。はい、例えば20万円するものやったらこの使用額の販売の1割って言われてるらしいんですよ。あで例えばとここだって20万30万するものやったら枯れたものやったらもう3万とか。でも骨がめちゃくちゃいいやつとかは枯れててもそこそこするやつもあるんですとか。はいはいはい。樹齢50年以上の枯れ盆栽をまあ仕入れるとしたら、だいたい月に何本ぐらい仕入れそうなんですかね。月に何本固定っていうのは正直厳しいかなと思うんですけど、はい、あの関西でその動きが今ないんですよ、はいはい、そういうの枯れた盆栽を集めてる人がそもそもおらんから、はい、数的には月に何本固定っていうのは難しいかもしれないですけど。あそこのビル、あそこが AI ゴーさん、5階。あ、どんな会社なの。なんかね、AI のチャットボットの制作実績が豊富で、うん、結構ね、話も窓口の方が結構聞いてくれる感じだった、うん、良さそうなんや、まあうん、そろそろ見つけらマジでやばいもんな。いや、本当にデモデイの方も協力してくれそうな感じだったから、うん、本当にここがじゃないとっていう。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。この度はお電話にてありがとうございました。こちらこそお電話ありがとうございます。すいません、突然お時間いただきまして。いえいえ、全然全然。はい、ありがとうございます。今回お忙しいのに急にお時間取っていただいて。はい、あの急な問い合わせだったんで、まあ、ちょっと一回話聞いてみようかなと思って。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。早速ご相談させていただきたいんですけども。なんだろう。我々が、補助金の、補助金、はい。はい。ポータル、サービス。
っていうのを開始したいなと思ってまして、はい、まあ、従来の、プル型の検索フォームみたいな、ポータルサイトではなくて、AI チャットボットの診断機能がついたような、はいはいはい、データベースがそのバックに、でそこからプッシュ型で、データを引き出せるような、まあ、UI とか、イメージに関してはちょっと、これまでにないようなちょっとまあ新しいものを、作っていきたいなと思ってまして、まあ、クローリングのシステム開発も経験あるんで、あ、そうなんですか。まあ、そこは、はい、なんとかなるかなっていうと、まあ、いろいろそれに伴ったハードルっていうのもあるので、はい、まあ、そこら辺に関する知見とかは僕たちが提供できるかなと思います、はい、で僕らも一個開発として生成 AI の研修っていうのを僕らやってるので、今 AI を作るよりも、ね、結構使うことが大事になってきてる時代なんで、まあ、個人向けにどんどんリスキリングとかどんどんスキルアップして転職したいっていう人たちをサポートすることを僕ら今後やっていくんで、まあ、その辺も一緒に連携すると面白いかなっていうのは あります、はい。あと僕たちも補助金、はい、結構ものづくり補助金とか IT 導入補助金、どうして法人向けの補助金が多いんですけど、はい、そっちの補助金だったら結構採択されて、うちの会社も結構やってるん で、 そ、 うなんです、ね、そこのノウハウは一緒にこう共有し合えるかなと。ああ、なるほど。いや、補助金についてもこう共通言語というか、はい、知見持ちということで、はい、なかなか分かると思います。 ありがとうございます。ここと組みたいってことですよね。ね、なるほど。御社のこう、ね、料金体系と か、はい、なんかそのあたりのこうお見積もりいただく上で必要な、そうですね、はい、まあ、ちょっと僕たちがどこから手伝うかによって、はい、まあ、料金って結構まちまちで、この業界って、まあ、コンサルティングから入るとか、はい、設計から入るとか、まあ、デザインいただいて開発だけやるとか、まあ、いろんなこうパターンがあるんですけど、今回の場合は、まあ、なんか最初まずこうデモ的に作るっていうのを結構 POC って言ったりとかするんですけど、はい、まあ、いつまでにまあ、どれぐらいの予算でどこまで仕上げたいかによって結構提案内容も変わってくるなと思ってはいるんですよ。はい、はい、大体こういう、 こうデモとか作る時の予算感って、はい、この AI 業界だと大体相場って分かる、知ってます？全く分からないです。分かんないですよね、なかなかね、こう大体、まあ、試しに作ろうでも大体300万から500万円ぐらいはミニマムでかかるのが大体相場で、大手さんとかで言うと下手したら本当に1000万とか超えるんで、まあ、ちょっとそこは僕だけの、まあ、一応社長ですけど、どこまでやれるかなみたいなのはちょっといろいろね、悩みどころではあるんですけど、非常に申し上げにくいんですけども、はい、我々の、用意できる、うん、資金がですね、うんうんうん、現状そのデモまでという、範囲で言いますと、はい、うん、非常に、限りがありまして、なるほど、50万いう、ところになっておりまして、なるほどなるほど、50万円でデモまでの開発が必要、 AI のチャットボット開発が必要ってことですか？ですね、どこ、うん、我々もちょっとその辺の知見がなくて、どこまでできるのかも分かってないからってことですかね。そうですね、なるほどね。これはね、結構シビアですね、相場感と全然違うもんね。本来もうごめんなさいってとこじゃん。そうだよね、なんか条件つけてとかになるんでしょうね。そうだよね、ドライ盆栽をやってる業者なんですけども、枯れ盆栽でだいたい1年に何個ぐらい出るんですかね。ああ、そうですか、はいはい、10年に1回ですか。えすごいですね。そうでしたか。じゃあ全然出てこない感じですね。ああ、そんな感じなんですね。はい。ああ、そうですか。あ、一回見学行かせてもらえます？お願いします。ありがとうございます。失礼します、はい、おはようございます、はい、おはようございます、はい、こんにちは。先日電話させていただいた池尾です。はい、どうも、はい、いろいろちょっとお話聞けたらと思うんで、はい、よろしくお願いします、はい、こちらこそ。え、ちょっと奥の方まで見てもいいですか？はい、どうぞどうぞ。え、すごい。え、お父さん、一番奥のやつもあれ盆栽なんですか？どれ？一番高いやつ。どれ言ってんだ？それです、その、これです。柿の木？あ、これ柿の木。柿の木だよ、これ盆栽だと思った。いや、違うよ、柿の木だ。植わってんだよ、G。 え、お父さん、これ枯れちゃうこともやっぱあるんですか？あるよ、そら生きてるもんだもん。今ここにあります？今出てるのはない？うん、捨てちゃうぞ、みんな。
あの捨てちゃうんですね。うん、ゴミ屋さんに持たす。みっともないじゃん、大して彼らからしちゃって。それ例えばね、くださいって言ったらもらえるもんなんですか。もらえるもんなら捨てちゃうんだからあげるよって言うよ。あ、本当ですか。うん、そんな人ねあんまり。カレーだろ持ってく人は。捨てるんだったら欲しいんで。あ、そっか、はい、貯めといてくれって言うとか。はい、貯めて、うん、あのまあ電話もらったら私たちが取りに来るって、はい、すぐ取りに行く。あ、うん、いいんですか。いやいや、構わないよ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。金ねえけどね。難しいんだね、この手配って。まあ、いいものは枯らさないってことですよね、多分普通の人は、うん、ねえ、めっちゃあるのかと思ったね。マーケどう。マーケはね、いい感じです。もうほぼ完成に近いと思います。ほんまかよ、うん、これもう、そうか、ここは握れてる条件がこれやからもうしょうがないんか。そうだね、今から調整は難しい、うん、なんか見せ方工夫してほしいな。ツッコミどころ多いな、これやと。あ、そう。もっとシンプルに選定理由ももう一個ずつでいいかな。うん、あとは開発やな。うーん、こうベンダーのところが埋まらんと。いや、まあ AI 号を信じるしかないけど。まだ返事来てないの。そういえば来てない。まあ、あの温度感は良かったんやけどね。うん、これあかんかったらどうする、マジで。その時の選択肢ある、まあ、うん、バックアップは一応あるよ、あるけど、でもそれじゃ勝ち目としてはちょっとだいぶ弱くなるよね。そうなの、やっぱ開発肝やもんな。さあ、チームレッドはですね、サイトページの作成でちょっと苦戦してるようですが、金額がちょっとすごい金額でしたね。だいぶね、そうですね、数百万がかかるってことですよね。ね、だからある種、だからこうデモデーをするぐらいの気持ちでプレゼンするしかないってことですよね、あの人に、ね、の会社にね、うんうん、それぐらいの気持ちですよね。だからベットしてくれと、未来にベットしてくれっていう交渉で勝ち取るしかないですよね、うん、ありえる、その交渉ってありえるのかな。まあ、もちろんあのベンチャーの場合そういうことよくありますよ。もう金ないんですけど、もう夢にかけてくれって言って、うんうんうん、モーリー自身が別に自費でも出せますしね、多分ね、ほんまはね。そう、本来はね、うんうんうん、ただ自分の手金を出すっていうのはルール違反ですから、はい、だから会社が軌道に乗ってからあっちに切り替えるでも本当はまあいいじゃないですか、うん、はい、ただデモデーで勝ちたいからどうしてもこれでいきたいってことですよね。まあ、勝てないですよね、僕らもイメージ湧かないですもんね。そうか、投資家も乗っからないですもんね、はい、そうだと、まあ、その AI があったらおってなりますもんね、やっぱね。それがすごく便利だったら、そう重要だな。いや、難しいね、これ。みくる君どうしたらいいと思います。まあ、だから山分けを使うしかないんじゃないですか。山分け、確かに、うん、山分け、確かに。さあ、そして一方チームブルーはですね、枯れ盆栽が見つからずちょっとね、これです、集めるのに苦労してるようだったんですけどね。出回ってないってことです、あんまり。だから枯れ盆栽自体、盆栽屋はそんな枯らさないじゃん。枯らさないか。まあ、ちょっとやっぱなんかこう専門性が高すぎる話じゃないですか、この盆栽っていうもの自体が、うんうん、だからなんかちょっとなんかこうあの3人でこれで稼げるのかなっていう気はしてますね。ちょっとどんどんだいぶ狭まったなって、ね、個人事業主みたいなことになってできたなっていう、なんかこう、うん、そうだよ ね、あるんでしょ家に枯れ盆栽が。ちりちゃん、うち2個あるよ。村長に電話して。まあまあ枯れてますね。今生電話してあげてよ村長に。はい、ここでスポンサーさんのご紹介です。今回ですね、こちらラグジュアリーカードのご紹介でございます。ラグジュアリーカードはですね、マスターカードの最上位ステータス、ワールドエリートのクレジットカードでございます。普通クレジットカードは封筒で届けられると思うんですけれども、ボックスで届くんですね。でこの時点で高級感、特別感があると思うんですけれども、ヒカルさん実際このカードちょっと手に取ってみて。確かになんか重いっすね、金属製。しかもこれ 24K なんで純金っすよ、表面多分。すごい、もう高級感ありますね、なんかめちゃくちゃ。そうなんですよ、あのラグジュアリーカードはですね、金属製でできてまして、他にはないスタイリッシュなかっこいいカードというのが売りなんですよね。なんかクレジットカードって基本的にまあ使う人は毎日使うと思うんで、見た目でまあ持っててなんかこう高級感がある方がステータス感じる人はいるんじゃないですかね。ヒカルさん、実際に見た目以外のところでクレジットカード使うときって何気にします？まあ、どこでもやっぱ使えるってことですよね、世界の。だから使えたらやっぱいろんな場面でやっぱ応用が効くんで、結局そこなんですよね。その点なんですけれども、ラグジュアリーカードは世界で一番多くの場所で使えるマスターカードの最上位ステータス、ワールドエリートのカードなので、まあ、十分に頼もしいですよね。うん、そうですね。でさらにですけれども、ラグジュアリーカードの魅力は他の会社にはないユニークな優待の数々が面白くてですね、こちらが優待の一覧なんですけれども、
何か気になるものちょっとありますかね。 LINE で連絡可能なコンシェルジュって何なんですかこれって。コンシェルジュ結構いいと思いますよ。自動音声応答なしでオペレーターがすぐに出てくれて、電話メール他に LINE でもコンシェルジュに連絡可能っていう感じなので。なるほど、すごいですねそれ。それは結構いいかもしれないですね。その他で言うと、あ、高還元ポイントプログラムですとか、ラグジュアリーリムジンっていうのもありますよね。映画美術館の無料とか、 なんかめっちゃありますね、いろんなものが。すごい。みくるさんどうですか。僕はあんま海外行かないんですけど、優待が個性的で面白いのは嬉しいですね。これちなみに年会費はいくらなんですか結局のところ。これあ、こちらなんですけど、違うんですかこれ。はい、それぞれ違いまして、はい、ゴールドカードの場合は年会費が22万円、はい、でブラックカードの場合は11万円、はい、でチタンカードは5万5000円。ちなみになんですけれども、こちらのちょっと変わったカードもあるんですけれども、ダイヤモンド入ってますね。え、端っこに。これ多分ダイヤですよね。本当だ。これなんと年会費が招待制で176万円。やばくないですか。一月10万超えてるってことですねこれ。だから日本一高いカードらしいので。あ、日本一高いんですかこれが。そう、ね、これはなんどういうなんか優待があるんですか、このなんか。例えばさっきのポイント還元率の 2%。 おお、だめっちゃお金使う人からしたらこっちの方が得ってことですよね結局ね。1億使ったら、まあ、200万返ってくるってことです。確かに。もうありっすね。かっこいいですよね。いや、招待制だから僕たちが行ってももらえないってことですよね。最初はまずゴールドカードから実績を積んで、はい、あ、いっぱいお金使うなって判断したらこう連絡が来ると。そうですね、基準に。なるほどね、なるほどね。すごいな、これ。光さん来ますよこれは。そうですね、まあ、はい、使っとけばね、年間でまあ何億か使っとけばいくってことですね、はい、そう、すごいなこれ。そしてなんですけれども、今回はですね、特別にデモデーチケットがもらえるキャンペーンも開催しております。詳しくは概要欄に掲載しておきますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。お疲れ様。お疲れ様です。よろしくお願いします。お願いします。はい。はい、ではミッション4ですね。始めましょうか。はい。まあ進捗の良さそうなブルーからいきましょうか。はい。はい、はい、じゃあブルーの方からお願いします。お願いします。お願いします。はい、私たち千歳盆栽は育てない盆栽というサービスを販売させていただきます。で、まず大目的は世界に盆栽を流通させるということで、まず盆栽の販売力を最大化させていくことと、ドライ盆栽の認知自体を最大化させていく。で、ここの最大化の部分は、まあ、プロダクトを形成してアーティストとともに、価値を提供していきます、うん、で、今回改めて盆栽をドライ盆栽で制作させていただいて、本当にゴミから始まった制作だったんで、本当に一切、ほとんど原価がかかっていないっていう状態から始まりました。で、販売方法は EC サイト、展示会、またはイベント、オフラインでのイベントですね、またはリースでの販売を行っていきます。で、販売の価格に関しては、盆栽に関しては、自社で盆栽は所持しないので、盆栽園と提携を組んで販売手数料の 10% をいただきます、うん。でまたドライ盆栽の場合は平均が大体20万円の単価プラス送料というような形になります。でリースに関しては、ね、空間プロデュースとして約10万円と機材費と交通費等になります。この10万円は、ワンショットですか。そうですね、はい、はい、で今回、まず関係者を説明する前に、まず、前回私たちの方でもミッションとまではいかないですけど、実際盆栽作ってみてはっていうお話があったので、はい、今回ちょっと作ってみたものをご説明させていただきます。はい、できたの。はい、はい、すごいね。これ正面が青木さんの方向いてます、はい。で前回、私たちの課題でもあったアーティストが作ったものと一般人が作ったもの、うん、皆さん分かりますか。一つ盆栽アーティストさんが作っていただいたものがあります。どれでしょう。クイズね。ちょっと当てたいな。一つだけですか。一つだけです。難しいね。めっちゃむずいこれ。へ、試されてるよ青木さんが。もうこれ勘でしかないよね、はい、青木さん間違えないでくださいよ。じゃあこれです。おお、ちょっと相手チームに。どう、これこれ白いやつですね。じゃあ奥の3番目、赤いの。ほんまにみんな分かりますね。で正解はこの白です。
盆栽アーティストさんが作っていただいたのは、はい、でちなみに青木さんが選んだのは村長が作ったやつです。なるほど村長のやつ選んだ、まあ、っていうくらいなんですよ。ほとんどのドライ盆栽に関しては色での差別化とか、うん、そういったものがあったりするんで、ただこれは僕たちでも真似ができる分野だなっていうふうには思ったので、うん、今回いろいろ制作をしてみて、問題なく販売できるんじゃないのかなっていうふうに思いました。こういう盆栽アーティストはそもそも5人ぐらいでしたっけ？そうです。その人たちはだいたい平均単価どれぐらいで売ってるんですか？多分20万だと結構、割とちょっと高めくらい、一番高いので120万。はい、ちなみにこれはいくらぐらいで売られてるんですか？10万ですだっけ。はい、10万とか。これでこれ売れてる、この大きさでも10万なんですね。これで10万ね。なるほどね。はい、ほう、ということで、今回、まず私たちの関係者のご説明からさせていただきます。まず盆栽園が、まずダレ盆栽っていう大阪の盆栽屋さんから、基本的に盆栽をし枯れた盆栽を仕入れていくということを行っていきます。で、東京の盆栽園は宝生園の、東京の、盆栽屋さんから枯れた盆栽を預かっていきます。で、私たちは、原価でだいたい500円くらい枯れた盆栽が手に入ることが分かったので、比較的に、原価をかなり抑えて、仕入れることが可能になりました。で、まず、空間デザインの部分に関しては、ちょっと僕個人の会社があって、そこで空間デザインの事業も行っているので、私たちの会社とアライアンスを組みます。で、アーティストの部分に関しては、四千頭身の都築、小田家、宇佐谷パイセンという、それぞれのインフルエンサーとか芸人さんがいらっしゃるんで、その人たちと一緒にタイアップとして、宇佐谷パイセンとかギャルなんですけど、デコってもらったりとか、なんかいろいろそういうアーティストとしての、幅もどん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 広げていきたいなというふうに思って、今回こういったアーティストたちとのコラボを決めました。で、まあ、路地の部分では、運送業者に関しては、基本的には、委託して配送していきます。ただ一部かなり大きいものが発生した場合は一部自社っていうような形になります。で、倉庫に関しては、今僕のオフィスにあるので、そこの一部を、倉庫として利用します。うん、で、今回の、事業に関しては、まずこの先ほどの関係者の部分で、アーティストたちと、どれだけコラボレーションできるのかっていう点と、まずこれから投資をしてもらう人たちとどういう関係性を築いて、さまざまなラグジュアリー層へのリーチができるのかっていうところがかなり重要になってくるのかなというふうには思うので、ここの部分を徹底的に強化していきたいなというふうには思ってます。以上です。うん、なるほど。はい、アーティストはあとは、まあ、5人ぐらい目標にしたいよねって話でした。はい、で、今四千頭身さんと小田圭さんと宇佐谷パイセンさん、はい、まあ、比較的、芸人だったりインフルエンサー系が多いと思うんですけど、はい、これ例えば小田圭さんが、はい、デザインしてこれを作るってことになるんですかね？そうですね。で、僕は当日会場でやってもらおうと思ってます。じゃあ限定1個。限定1個です。イメージ聞きたいんですけど、例えばアーティストコラボがその限定1個がありますと、はい、で、これを、買えるか買えないかっていうのはこれオークションみたいなもんですよね。はい、例えば1人が買えるって、はい、で、それ以外に買いたい人たちが50人集まりましたと、はい、その会場に、はい、で、この人たちは何か買いたいわけで、はい、この人たちは 何が供給されるんですか？例えば自分たちで作ったものを供給される。そうですね、はい、うん、それの生産量は大体どれぐらい皆さんでできそうなんですか？その時には3人で作るんでしょう？そうですね、はい。で、初期のイベントに関しては、まず大きさとかにもよるんですけど、30から40の間かなっていうふうには思ってます。どうなんでしょう、3人の感覚を知りたいんですけど、はい、まあ、この方はね、アーティストの方だとして、はい、これを皆さんで今売った時に普通にその金額で売れるもんですかね？村長は例えば自分が作ったやつ、これいくらでつけます？今盆栽の魅力を分かった状態なんで、うん、これがだいたい20から30ぐらいするんだなっていうのは理解できるんで、うん、買えると思うんですけど、全く知らない状態だったらちょっと難しいとは思うので、うん、なんかもうこれ多分アートの世界なんで、うん、そうすると画家と一緒じゃないですか、はい、例えばその一枚の絵だけを見て欲しい欲しくないじゃなくて、まあ、その人がどういう思想なのか、うん、あとはどういう哲学で
例えば何の手法を用いて書いたのかとか、うん、すごい重要じゃないですか、うん、なんかその作っていく過程の背景がそこにストーリーがあって、うん、でそこに価値があってその人の思いも乗っかって、うん、あこれによって地球平和を歌ってるんだなみたいなさ、うんうん、なんかそういうこととかなんかそういう思いもあってそこに価格がつくと思うんですよね、うん、なんかそこの見せ方をきっともうちょっとしないとそうです、ね、なんとなくそのパースはいいとであとはイメージカットもいいんだけど実際に届いたものがあの、まあ、今僕はその話をまだ聞いてないからストーリーはまだ感じてこないんですよね。なんでこれ自体をうわめちゃくちゃおしゃれだかっこいい素敵って思う人もいればそのストーリーが伝わってないとあれこんなもんかっていう人もなんか両方いそうな気がしていてこれが20万だった時に20万かって感じはちょっとしてるんですよね、うん、きついですよね。きついと思う。そうですね、うん、でもこれブランドで買いますもんね。同じものでも誰が買いたか誰が作ったか、うん、結局、うんうん、そこっすよね。人が買う理由って、うん、ルイ・ヴィトンと同じような服販売しても、ね、売れないじゃないですか、はい。前回、多分ミッションの時にお伝えした、やんなきゃいけないこと、はい、あの盆栽園のところは多分、仕入れですよね、はい、で仕入れとして確か50社ぐらい当たらなきゃいけないんじゃないかって話をしてたんですけど、はい、それはどうなりました？今2箇所で、はい、十分な調達ができそうなんですか？大阪のこの誰盆栽っていう方は関西の枯盆栽を集めてうち、に送っていただくような流れになってるので結果的に今50社とまではいかないんですけど20社ぐらいはまあ、提携っていう形にはなります。ここはアライアンス組む部分にはなるんですけどここは今後も増やしていきたいなっていうふうに思ってはいるので今後のリスト部分からまたアライアンス組めるところが増えるのであれば組んでいきたいなというふうに思ってます。今現状でこの2社、まあ、その奥に20社いるのかもしれないですけど、はい、どれぐらいの量が最大でいけるんですか？それが20個ぐらい？はい、だいたい月で20個この2社でっていうことですね、はい、それは十分な量なんですか？大体その一月での制作で今はまあまだ和田ちゃんしか担っていないっていう点で今2社になってますけど今後の展開的にはここはかなり増やしていきたい部分ではありますね。結構一個ずつ作ってたら時間も労力もすごいかかりますね。はい、まずはじめにこちらがビジネスの全体像になります。内部の機能として大きく分けて4つの機能があります。まず補助金助成金情報をユーザーの方に届ける基幹システムを作ります。真ん中の補助助 AI チャットシステムと書いてあるところですね。基幹システムからさらに人海でサポートを行うコールセンターにつなげていくという機能を内部に作ります。自治体側実施するような簡単な補助金については内製化で申請までサポートを行っていくような申請窓口の機能も持ちます。でユーザーを獲得していくためのオウンドメディア、これも内部の機能として持ちますので内部の機能としてはこの4つ、基幹システムとコールセンターと、申請サポート窓口とオウンドメディア、この4つになります。はい。でそれぞれの機能を補完する外部領域として、大きく分けて開発運用でマーケティング、この3領域を考えてます。その3領域ごとに信頼できる連携パートナーっていうのを今回見つけてきましたので順にご紹介させていただきます。はい、はい、でまず開発からですね。開発体制はまずユーザー側のシステムと管理者側のシステムの、プラットフォーム自体の開発でシステムとサーバーの保守に関しては、まあ、グループ会社の中にその機能を内包しているような企業さんを選定したいと。でセキュリティ対策の部分では今回番組の特性上一気の認知獲得を狙うので、まあ、通常以上に気を配る必要があると。オペレーションとシステムとネットワーク、この三軸で、トータルでサポートを受けられるノウハウを持つ企業さんと連携する必要があると、うん、今回なんとか見つけてこれた会社さんが AIGO さんですね。になります。できたの？2015年から自然言語処理と生成 AI の開発に従事してきたと。で AI チャットボットの特許技術を持っていて、さらに今回必要なウェブ上の補助金情報をクローリングしてくるというシステム、この開発実績もお持ちです。さらにですね、なんと、補助金の、関連システム、これの開発実績も実はお持ちだったと。めっちゃいいところで、ことで補助金に関しても一定の知見を有していると。今回グループ内での新設法人を作るということでそこでの実績構築のために特別に、親身にご協力いただけるということになりました。
で、話は変わってセキュリティ対策のところになるんですけども、とにかく、知名度があって、業界内で実績をしっかり持っていて、この会社さんに委託してるんで大丈夫ですというところを消費者の方にも訴求できるような、業界最大手というところの、コンサルティング会社さんを選定しています、はい、領域としては個人情報保護に関する内部統制のオペレーション構築のところにしっかりコンサルで月額で入っていただけるという形になります、うん、サポートの費用が月額4万円と我々でも出していける金額かなというところで、はい、この会社さんがいいと現状考えております。なぜそんな安くやれるようになったんですか？この会社さんはもともとこの金額設定でやってらっしゃいます。じゃあボリュームがあるからということですかね。そういうことです、うん、なんでモーリーこんなできたのに吉田に託そうとしたんですかね謎っすよね。すごい謎、謎ですよ ね。で続きまして運営のところですね。まず、先ほどもご説明させていただいたんですけど、プラットフォームとコールセンターで申請サポート窓口、この3つが運営の機能として、ありまして、それらの統括責任者として僕が立たせていただきます。でプラットフォームにはウェブ上からのクローリングのほか、アナログ情報としてですね、ウェブ上にあくびしてる場合じゃないよ米を本当にこれも載せていくということがうちの売りにはなっていきますんで、最新情報は自治体や支援機関等から直接収集していかないといけないということで、このあたりの関係性構築が重要になってきます。じゃあ自治体に例えば電話なり営業しに行って、はい、こういうポータルをやるから事前に情報を流してくれと、はい、発表前に、もし決まっていたら教えてくださいみたいなことをやっていくって感じですかね、はい、そうです、はい、コールセンターの構築は L 社、を選定してまして、この会社さんは非常に小規模なんですけども、小規模ながら上場企業のコールセンターの、構築した実績もお持ちで、小規模なので、通常ですね200万から400万ぐらいの構築費用がイニシャルでかかるものを、今回150万という、予算感でやっていただけるというところが握れてます。だいぶ安くやってもらえることになったんですね。コメオ君も寝ちゃってたよ今ほら。運営パートナーの、2社目、申請支援、の委託先、これ一番重要なところでもありますんで、株式会社 NKK ソリューションズ、これ僕の法人になりますけども、補助金申請支援のノウハウを持っている会社としっかり連携して申請支援をやっていくと。あとは、情報収集が元となるローズ支援拠点とか中小企業機構、起きて、あと、日本政策金融公庫や商工中金といった政府系金融機関、村長起こした、青木さんに見つかんなくてよかったなネットワークを持っているので、特に金融機関の、に向けてはその AI チャットボットのシステムを使ってもらうためのパンフレットの、設置、このあたりも、依頼したりとか、セミナーに関しても連携して売っていければいいかなと思ってます。でオウンドメディアの運用に関しても、我々だけで、ノウハウが完結するわけではないので、短編動画と長編本編動画に、分けてそれぞれ監修をしていただける企業さんっていうのを、龍馬の方で選定してもらってます。ショートはもう再生をとにかく稼ぐで、本編については、一旦再生を除外視してコンバージョンを重視するみたいなところを想定してます。はい、なるほどね。続きましてデジタル広告、これ借り取りの一番メインのところになるんで、2社の中で検討を進めてます。 D 社さんが本命になります。本命の理由はとにかく顧客満足度が高くて、 Google の口コミで150社以上、あるんですけど 4.8 以上と、運用量の 20% っていうのがそう、設定になるんですけども、今回今後のスケールも含めて、12から15でお出しさせていただきますということをいただいてます。ちなみに左を、採用した場合に LP の制作はどんな感じになるんですか？ LP の制作は別で発注する？いえ、ここはちょっと高いんで、できればイソちゃんに、デザインしてもらって制作までいければいいかなと。イソさんはその辺のランディングページの経験は豊富なんでしたっけ？はい、作ったことあります。はい、はい、大丈夫です。おそらく LP に関しても AB テスト何回もやっていかないといけないと思うんで、複数枚安く作れるというか、これこそ内製すべきところかなと思ってます。肝はなんかそこな気がします、このビジネス場合。で最後まとめになります。今回我々は開発運営マーケの領域に、担当をしっかり分けまして、開発はイソちゃん、運営が僕で、マーケが龍馬という形で、しっかり、分担をしてですね、それぞれの領域を、しっかりやっていける連携先さんをそれぞれ見つけてきたという形になりまして、この体制で、確実に事業を成功させてまいります。今回は、以上になります。素晴らしいですね。いや、お、素晴らしい、素晴らしい、見えてきたと思います。
多分必要な項目全部埋めてもらえてるし、もしダメだった時にはどうなるっていう話もあったし、なんか今のところ、このままいけば事業ができそうなイメージが湧いてくるよね。さすがだと思います。うん、すごい。これデザインはとかこの資料はどうしたんですか。もう3人で分担して、最初磯ちゃんにトンバナス揃えてもらって3人で作った。はい、はい、外の業者に外注したりとかしてないですさっきの領域で分けて。あ、本当に、はい、おお、じゃあなおさら素晴らしいですね。というところで、一旦今日今お話をお伺いできたので、一旦私の方で検討させていただいて、また戻ってきますので、よろしいでしょうか。はい、お願いします。では失礼します。ありがとうございました。お疲れ様でした。あ、なんかチームブルーが圧勝していくのかなと思ったけど、すごいですね。 YouTuber の僕が YouTube の事業やるみたいなもんですからね。すごい、めっちゃ綺麗。モーリーなんか人変わってない。よかったよね。めちゃめちゃ良かったですね。なんか今日来た時3人ともちょっと顔が違うような気がして、すごい成長したな。結果論じゃん。成長した。その時言ってくれよ。小宮さんどうですか。いや寝てたからそれさっき言って。眠すぎた。興味なかったからね。きっとね。まあでも本当は食らってるでしょ。そう、食らってる。らってるのをちょっとね、ごまかすためだったのかな。お疲れ様です。お疲れ様です。ミッション4、お疲れ様でした。お疲れ様でした。それでは早速なんですけれども、ミッション4の結果の発表に参ります。ではまずはチームレッド、合格です。イエーイ。しゃー。そう、初の合格だ。初の合格となりました。しかも、はい、私の意見から言わせていただきますと完全合格。おお、100点を差し上げたいと思います。これは過去歴代のノンタイトルを見てもこのミッション4の通過としては一番質の高いものだったと思います。それほど、各クライアント開発、あとは、肝になりそうなところをしっかり抑えた上で、皆さんが相当努力をして時間を使って足で稼いで叱るべきパートナーを見つけてきたんだと思いますので、このまま事業が成功していけそうなイメージを沸かせることに成功したんだと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。そして対するチームブルー、こちら不合格とさせてください。不合格、初めての、組むべきパートナーは組めているようには感じました、うん、なんですがお話を聞いている中で一つ今回のパートナー選定というところに、重点を置いたときにハイブランドに行くのか、もしくはミドルブランドに行くのか、まあ、それによって例えば大きなトップアーティストと組むべきなのか、うん、もしくは、量を量産していってビジネスを成立させるのか、そのあたりを明確にしながら次に進んでいただくということをしてほしいがために一旦ここで再度考え直していただいて、ビジネスプランとマーケティングの戦略とそしてパートナーシップを整えて次に進んでいただきたいと僕は思います、うん、ただしビジネスモデル、まあ、そもそもの僕はドライ盆栽非常に興味ありますし、盆栽ビジネスはうまくいってほしいと強く願ってます。なのでその上で、今一度ここで3人で考える時間を取ってもらいたいなというのが今出した結論ですね、うん、なるほど。これが理由が何があるのかがちょっと僕は分からないんですが、もしかしたら3人でのコミュニケーション考え方が、完全一致してない部分があるのか、うん、忙しくてコミュニケーションが取れてない部分があるのかというのはまだ分かりませんが、そこも含めて考えていただいた方がよろしいんではないかというふうに僕は思うわけです。はい、そうですね、まあ、このレベルのミッションを落としたっていうのがすごい腹立たしいんで、まあ、ちょっと自分の中でいろいろ考えます、はい、あ、ショックなんだね。ということで改めてミッション4に関してはチームレッドおめでとうございます、はい、失礼します、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。急
標は打ち上げしたいけどいやー長かったな本当に。わあ、明暗が分かれましたね。私たちはもうちょっと細かくやらないとですね。そっち荒れそうやな。いや、まあ、まず話し合いじゃない、うん、話し合い荒らしたくはないけど、こんな簡単なミッションでとか言ってる時点でさ、空落とすやろって感じしたけどな普通に考えてきついやろこのミッション。なめてんなって感じはしたよ。そう、俺らからしたら実際2週間空いたわけやけど、うん、2週間しかないんやっていう。いや2週間で定型パートナー見つけて握れやで。こんなん普通ビジネスの世界で考えられへんけどさ、それをなんか簡単なミッションって言えんのはすごい、すごいっていうか、なんかさすがに舐めすぎやろっていう思ったけど。お、モーリーの本音が出ましたね。ね、はい、ここでスポンサーさんのご紹介です。今日ご紹介するのはですね、ビジネスで使うセールステック、営業技術が一つにまとまっている SaaS ツール、セールスクラウドです。700万件のですね、企業リストが使用できて、電話機能、電話の内容を自動で文字起こし、 SFA、 マーケティングオートメーションなどですね、バラバラで外部に頼むとかなりの料金がかかってしまうというサービスを格安でワンパッケージでご提供している会社となります。で、今回ですね、代表の水畑さんにお越しいただきましたので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、セールスクラウドって具体的にはどんなサービスなんですか？はい、営業強化したいが、こうノウハウとかマンパワーが足りない、あとはまあ既存のつながり以外で新しいお客様を見つけたいというお客様にすごい当てはまる、使っていただきたいサービスになってます。じゃあ営業に使えるんですね。はい、営業にめちゃくちゃ使えるんですよ。はい、まあ、営業力ってめちゃくちゃ大事ですからね。結局そこでやっぱ売り上げが変わってくるんで。まあ、セールスクラウドはですね、延べ1万社以上の全国の中小企業にご利用いただいている営業 DX ツールになりまして、当社が実はママさんの舞台を3000名以上抱えてですね、ほうほう、クラウドのママさんのマンパワーでお客様の代わりに営業させていただくと、こういうサービスをやっております。インテントタグっていうのが新しくできたんですけども、はい、これを活用することで、あの開拓先の企業のニーズがあらかじめ分かってしまうんですね。すごいですね。ちょっと例としてですね、ブランディングと入れたいと思います。リブランディング、セルフブランディングと調べると、こう2790件このように出てくるんですね。で、これ何かというと、この下のところにですね、インテントタグっていうのが出てるんですけど、これ企業が会社のパソコンで何を検索してるかっていうのが分かっちゃうんですよ。なるほど、はい、なのでブランディング強めたいとか、採用強化したいとか、はいはいはい、それも全部分かっちゃうんですね。っていう会社に向けてこっちのサービスをアプローチできると。そうです、興味ありますよねっていう問いかけができるんですね。そうなんです、無駄を省けると。めちゃめちゃ無駄を省ける。1万社やってるってことは、はい、マジでいいサービスだから、1回使うと、はい、もう手放せなくなるぐらい便利ってことですよね。そういうことですね。簡単に言うと、これってもう簡単に言うとそうです。ここから深掘りできるんですよね。そうです、この1万社以上のデータをもとにですね、これまでに5億回ぐらいの営業をこのセールスクラウドの中でやってまして、上のところにあのニーズタグっていうのがあるんですけども、はい、この1万社がどの商材でどの会社にアポイントが取れたかっていうのを全部くっつけてるデータなんですね。なるほど。なんで開拓する前から採用ニーズで商談受けてると、全部分かっちゃう。じゃあめっちゃ、じゃあこれ使って伸びた会社があるってことですね。めちゃめちゃあります。すごいんや、はい、そこが。でさらにですね、残せるという資料送付後のナーチャリング可能なサービスと組み合わせることで、営業した後にですね、資料を送るじゃないですか、はい、検討お願いしますと、はい、資料を送ったら誰がいつどのページをどのぐらい見てるか、こんな感じで分かっちゃうんですよ。なるほどね。担当者、じゃあ田中さんに話をして、はい、鈴木部長に本当に資料を渡してるかと、これ全部分かっちゃうんですね。へー、はい、すごい、まあ、マジで無駄な営業がなくなって超効率、うん、的で、なおかつ絶対自分じゃリーチできないところまで行けますよね、うん、これどれぐらいなんですか、価格的に言ったら。従業員30人の会社でご利用いただく場合、月額20万円とかで。あ、はい、会社からしたら20万って別にそんな高くはないですからね。そう、1人採用するより安いですからね。安いですね。他にも大きな特徴があるっていうことなんですけれども、ノンタイトルさんの特別企画ということでスペシャルなキャンペーンを実施してます。はい、ママさんのマンパワーを使って代わりに営業するサービスを使っていただくと、総額1105万円分のですね、オプションサービスを20社限定で無料で。え、はい、2億ぐらいですか、総額で。そうです、2億円分ぐらいの特典をご用意させていただいてます。今まさにノンタイトルを見て刺激を受けていらっしゃる視聴者さんも多いと思うんですけれども、このセールスクラウドでは番組をご覧になっている皆さんの挑戦を後押しするお得なキャンペーンを行っています。
詳しくは概要欄をご覧ください。間によくやった。いやー、本当に素晴らしい。ありがとう。本当にありがとう。あれないからこれで乾杯しよう。乾杯しよう。これで飲みて。はい。よし、お疲れ。ありがとう。はい。過去一枚のお茶が。うまい。本当に。プレゼンも過去一やったらしいしな。いや、100点すごない。いや、それぐらい良かったもん。いや、自信あったしね。それぐらいやったもんね。マジ100点取らないの通してもらえんと思ったもんな。思ってた。これまでのもあるし。震えたわ。いやー、モーリーがね、一平や吉田くんも迎えに行くのかな。こうなったら、まあちょっと小宮くんに提案として2つというか、まあお願いというか、やっぱりまあ忙しいしで、あの大変なことかもしれへんけど、もっと俺ら信じてほしいし、でこれはもう村長任すからお前頼むでと、っていうのでもっと信じてお願いしてほしいんだ。俺は動くし、うん、俺は小宮君のこと信頼してるし、うん、で あともう一点は、まあ忙しいと思うけど、例えば LINE でこれどうって聞いた時にはちゃんとその答えを欲しいなっていう、うん、やっぱでも同時に自分のね飲食店が始まってフルコミットできなくなってからなんかおかしくなってきましたもんね、うん、もうなんか変えないとダメな気がしますね、事業自体を。通らない気がする、うん、盆栽のままだとね。盆栽のままっていうか、まあ、盆栽のままでもいいんですけど、日本人は見てて買う人いないと思うんですよね、これ見てて、うん、本当に物好きじゃないと。じゃあ本来は事業が決まってこの段階ってこっからどんどん肉付けしてってブラッシュアップしていく段階なんですけど、はい、米尾くんが忙しいのもあって、はい、これでいいんじゃねみたいな解決にしてっちゃったって感じはちょっとありますよね、うん、アーティストのコラボもはっきり言って意味わかんないやつらだったじゃないですか。僕あれ正直言ったんですけど、やつらっていうのもちょっとあれなんですけど知らないですけど、例えば海外の人が例えば買うのって、うん、初動のアーティストとのコラボとか、そうそうそう、和と和のコラボだと思うんですよ、うん、だからただの YouTuber とか入ってましたよね、うん、まあそれは悪いわけじゃないですけど、宣伝には効くんですけど、うん、ただ普通にアートとして考えると違いますよね、うん、一方でもレッドの方はね、青木さん100点完全に近いっていうぐらい過去一、はい、過去一です。だこれはもう本当にモーリーが本領発揮したんだなというふうに思いましたし、うん、もっと早くモーリー見せてくれてたらね、うん、だから今までは支えたいと思って縁の下の力持ちをやりたいと思ってたじゃないですか、うん、彼は、うんうん、なんですけどもう俺がやるしかないっていう感じになって自分の得意領域に巻き込んだから、はい、早くなったんでしょうね。まあ、村長もちょっとムズムズしてそうな感じしますけどね。それでやっぱ村長は村長でぶっちゃけ米尾とどっちが成功してるかって多分村長の方が成功してるんですよ、はい、でも米尾を立ててたわけじゃないですか今、はい、うん、で余計それもあると思うんですよね、うん、でお前リーダーなんてやれよっていう、うんうんうん、で実績は多分村長とか持ってると思うんだよね、多分ですよ、その会社的に言うと。そうですね、うん、さあデモデーメン残すところあと1話になったんですけど大丈夫かなっていう、ね、いや毎回そうですけど毎回おかしくないですか。いやいや終わるタイミング今回ちょっと異常事態です、うん、前回もだってね最終的にねなんかね、はい、あの塗り棒の謎のプレゼンで何とかなったじゃないですか、ね、ミスタースティックね、うん、そういうレベル感ですよね、このトラブルのあれが。確かに前回でもこの辺で脱退とかありましたもんねあった主要人物がはい脱退だよ、ね、前回に比べたらまだマシなのかもしれない。それだけはないようにしたいですね。そうですね。でも本当なんかミスタースティックのことをバカにしてたけど同じぐらいの授業になってきましたね、コメオもねえいやあんなのやめた方がいいよとか言ってたけど最後コメオの図工に変わってしまいましたもんねコメオの図工コメオの図工でコメント欄が溢れるわ多分君のそばで笑っていよう。ガサーイ今の授業でコメオが俺のようなこうリーダーシップの発揮の仕方とかうまくいかないんじゃないかなっていうことを心配していて、うん、
リーはもう本当にめちゃめちゃ特別な存在なん。言っちゃったな。なんで誰が悪いんだ。言いたいことあるんだ。そういうじゃん。おい、誰が悪いんやって聞いてんの。何やってんの。あれやめろ。やめてやめて。ミクル君止めて。やばいっすね。ブレイキングダウンに変わって、次恋愛リアリティショーに変わって忙しい番組だね。ごちゃごちゃになってきましたよ。これがまさにノンタイトルですから、うん。緊急で仕事。おお、なるほどね。